そんなに大喜びするほどのことじゃないでしょ。こういうのは勢いに乗っちゃった者勝ちなところってあるじゃない。おはようございます。お、二人の方が早かったのね。今日は私たちの勝ちだね。何の勝負なのよ。ほら、いつまでもふざけてないで、今日もレッスン頑張りましょう。体力は万全。今日もいいレッスンができると思う。前回のレッスン、ちょっとうまくいかなかったところがあったでしょ。今日はそこを重点的にやらない？私も今日レッスンでやってみたいことがあったんだよね。じゃあ二人の意見を組み込んでやってみましょうか。ごめんね、わがまま言って。誰かが何かを感じた時に全員で協力するのはいいことだと思う。よーし、今日も一日頑張ろうね。どうしたんですか？ありがとうございます。嬉しいです。言われるとさすがに照れるよね。でも何かあったんですか？今日はこんなに手放しで褒めてもらったりして。新しいお仕事ですか？マネージャーさんにそう言ってもらえると本当に嬉しいですね。一番近くで見てくれている人の一人だもんね。それで新しい仕事というのはどういうものなんですか？確か正式には事務所に所属してないけど、レッスンを受けている人たちがいるんですよね。私たちに続く DJ ユニットを育てるためにですね。そういえば、私たちオーディションに合格して、そのまま事務所と正式契約になったから、候補生って経験してないわよね。はあ、どんなレッスンしてるのかな。少し興味がある。私たちを目指して？うわ、そう言われると恥ずかしいわね。ですか？なんかすっごい先輩と後輩って感じがする。感じじゃなくて、順調にいったら本当に後輩になるのよ。要は年齢が近い私たちの方が体験談として実感しやすいってことでしょ。やろうやろう、後輩ちゃんたちにいろいろ聞かせてあげようよ。ね、さきちゃん、お姉さんとして頑張ろう。私がお姉さん？新鮮な響き。やる、頑張る。おお、さきちゃんが燃えている。事務所スタッフの皆さんは年上の人ばかりだし、さきは私たちの中でも最年少だったわけだしね。細かい話は後にして、今はちゃんと先輩として尊敬されるように自分たちのレッスンを頑張りましょう。みんな今日もお疲れ。とわ、あなた今日はちょっとレッスンに身が入ってなかったんじゃない？そんなことないよ。せっかくマネージャーが褒めてくれたのに、あんまり気を抜いていたらがっかりされちゃうわよ。いぶきまで。でもさ、後輩ちゃんたちの話気にならない？それはまあ、気
気にならないと言うと嘘になるわよね。うん、私も気になる。でもレッスンが上の空になるのはダメ。サキちゃんまで？わかったよ、わかりました、反省します。で、特別レッスンで何やろっか。ダメだわ、これは。まあ今日はもうレッスンも終わったんだし、私たちの間で先にやりたいことをすり合わせておくのはいいんじゃない？仕方ないわよね。ここでしっかり話をしないせいで明日もトアの気が散ったりしたら問題だもんね。って何やるの？なんだよ、ノアもやる気満々じゃないか。そりゃね。そうね、二人に水を差すようで悪いのだけれど、普通に技術的な話だったらレッスンで講師の先生に聞いた方がいいと思うのよね。確かに私たちも前に比べればいろいろ成長したと思うけれど、でも他人に教えるのは素人だもんね。じゃあ私たちの役目は前で立ってるだけ？さすがにそれはつまんないよ。あの後私一人でマネージャーにちょっと聞いたんだけど、どちらかというと私たちには候補生たちを元気づけるような役目を期待してるんですって。厳しいレッスンが続いているから息抜き代わりにってことなのかな。そう、だから候補生のみんなが元気になれるようなことを言ってあげるのがいいかな。例えば厳しいレッスンを成し遂げればこのぐらい上達するというところを見せてあげるとか。じゃあ何か実際に曲をかけてパフォーマンスを見せる？あ、それいい。それならお姉さんのところを見せてあげられるよね、さきちゃん。はあ、お姉さん頑張れ。気合が入っているわね。こちらからその線で提案してみましょうか。だったら衣装も普段は使わないイベント限定で使ったようなやつを引っ張り出してこようよ。そうだね、話だけじゃなくて実際に見てもらった方が分かりやすいんじゃないかな。はあ、お姉さん頑張る。後輩ちゃんたちのためになれるように頑張ろうね。はあ、お姉さん頑張る。さきちゃん。はあ、お姉さん頑張る。あらら、よっぽど楽しみなんだね。でもまあこのままだと相談できないし。おーい、さきちゃん。え、あ、ごめんなさい、ちょっと夢中になってた。くー、周りが見えていないさきちゃんも可愛い。ノアは安定のマイペースだね。うん、そうだ、マネージャーからはこれからのフォトンメイデンみたいなテーマでこの先の展望も語ってほしいって言われたわね。これからの私たち？今決まっているライブのスケジュールでも話すの？とは、それは展望ではなくて予定っていうのよ。でも考えてみると難しい。未来に羽ばたくフォトンメイデンみたいに派手なことを言ってあげればいいんじゃないかな。そうね、それもありといえばありかしら。え、ちょっと漠然としすぎてない？もっと先輩として感知区ある言葉を聞かせてあげたいっていうか。へえ、それじゃ私に感知区がないみたいじゃないか。元気は伝わってくる？それ褒めてないから。でもさっきも言った通り、候補生のみんなを元気づけるのが目的ならトアが言ったような内容の方がいいような気がするのよ。難しい話よりも雰囲気が盛り上がる方が大切ってこと？ええ、私はそうじゃないかなって思ってる。なるほどね、じゃあその方向で行ってみますか。
よ。よし、今日は仕事もレッスンも入っていない完全オフ。ゆっくりするぞ。うん、よかったね。どうしたの？上の空っていうか、なんか悩みでもあるの？そういうわけじゃないんだけれど、考え事かな。ほら、今度の後輩ちゃんたちのレッスンにさ、何を喋るか迷ってるんだよね。後輩ちゃん？レッスン？ああ、この前マネージャーに頼まれた特別レッスンってやつ。楽しみだよね。いや、楽しみだよねじゃなくて。え、違うの？まあ、楽しみという気持ちがあることは否定しないけれど。もうどっちなのさ。というか、話す内容なら普通にみんなを励ますような感じでいいんじゃないかってことになってなかったっけ？うん、そうなんだけど、ちょっと気になってきたのよね。気になるって何が？ゲスト講師で後輩ちゃんたちの前に立つとき、ユニット全体の話はやっぱり伊吹が言う方が綺麗にまとまると思うんだよね。ん？おー、まあリーダーだもんね。個人への質問なら別だけれど、伊吹一人で説明した方がまとまりがいいことを、わざわざメンバー全員が分担して説明するのかなって思ったら違和感が出てきちゃって。考えすぎなんじゃない？別にみんなで説明しても文句なんて言われないと思うし。それはそうなんだけど、なんかモヤモヤするのよね。これがパフォーマンスなら3人が同時に動くことにも意味があるでしょ？うん、そうだね。迫力があったり、息がぴったり合うこと自体が綺麗に見えたりするもんね。おお、普通に自分たちの説明をするだけなら、そういう分担するから出てくる意味みたいなのがないってこと？そうそう。特にさ、さきちゃんは DJ として独自の視点で語れることがあるだろうし、いぶきはさっき言ったみたいにリーダーとしての視点があるでしょ？じゃあ、私は何ができるのかなって。あ、先輩っぽい。いや、先輩だし。マネージャーが褒めてくれたのも嬉しかったよね。私たちが成長したって。あんな風に言われたら、もうちょっと頑張ってみたくなるノアの気持ちもわかるよ。そう、私たち自身いろんな人にいろんなことを教わってきたじゃない。誰かに何か教えるような立場になるのなんてまだ早いけど、それでもこういう役目が回ってきたら、できるだけ何かをしてあげたくなるんだよね。そういう考え方をすると、まだまだ何かできることがあるような気持ちになってきたってこと？そうなんだよね。具体的にはどんなことを言ってあげたいって思ってるの？これが具体的には思いつかないのよね。どれもピンとこなくて。ありゃ、ノアにしては珍しいね。4人でユニットを組むようになってからのことをいろいろ思い出してたんだけれど。おお、懐かしい話だね。でも思いつかないんだ。そうなのよ。けど考えつかなかったら仕方ないかな。あれ、諦めるの？ノアが言ってるのすごくいいことだと思うんだけど。トアが言ったみたいに、伊吹が話す内容を3人で単純に分担しても問題があるわけじゃないでしょ。言ってみればほんのちょっとのこだわり。私だけが言ってあげられることとか、あるいはみんなで分担して言うなら、そうする意味がある言葉とか何かないかな。なくても OK だけど、言えたらより後輩ちゃんたちのためになるわけか。そっか、そうだよね。わかった、私もなんか考えてみる。うん、トアも考えてくれたら心強いよ。でも今日はのんびりする。
無理してもいいアイディアが浮かんでくるわけじゃないからね。のんびりして、その中で何か思いついたら教えてね。任せて。初めまして、フォトンメイデンの新島いぶきです。今日は皆さんのレッスンのお手伝いをさせていただくことになりました。よろしくお願いします。福島ノアです。可愛い後輩ちゃんたちがたくさんいて緊張しますが、一緒に頑張りましょうね。花巻とわだよ。今日は一日みんなで楽しもうね。出雲咲です。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。将来有望、鋭い観察眼を持っているようだよ。そんな。さあ、今日はいろいろ一緒に勉強していこうと思うのですが、まずは私たちの活動で華やかな部分を見てもらおうと思います。サキ、音楽お願いね。うん、三人とも準備して。わかった。了解。まずはこの曲、暁、聴いてください。大丈夫、私たちだって最初はできないこともいっぱいあったから。みんなも真面目にレッスンを受ければきっと上達するわよ。はい、ではでは今からお着替えタイムに入ります。こんな風にイベントによっては特別な衣装に着替えてパフォーマンスすることなんかもあるんだよ。サキ先生？サキちゃんも感動してる。でもわかるよね、先生だってくすぐったいもんね。こーら、照れる気持ちもわかるけれど、にやけてたりしたら後輩ちゃんたちががっかりするわよ。わ、本当だ、引き締めようと。うん、私も注意する。ほら、いぶきが話し始めるみたいだから邪魔にならないようにしよう。私たちのパフォーマンスを見てもらいましたけれど、どんなところが印象に残ったかしら。ありがとう。みんなが今いろいろな要素を褒めてくれたけれど、でもそれって一つずつでは意味がないの。いぶきの聞き方もちょっと意地悪だったかもしれないけれどね。そうね、少しだけね。音楽だけでもダンスだけでも、もちろんバックの映像だけが優れていてもダメなの。どれか一つではなく、全部の要素が一体となった盛り上がりで聴いてくれている人たちを楽しませる。大事なのはやっぱりチームワークかな。曲と曲にも相性があるので、そういう意味でも総合的なバランスがとても大切。多分みんなはまだ一つ一つを丁寧に教わってる段階だと思うけれど、最終的には今言ったみたいに全部の要素が互いを高め合うようなパフォーマンスをするイメージね。もちろんいきなり無理をする必要はないから、今は一つ一つ着実に勉強していきましょうね。さあ、元の衣装に着替えたところで
今からみんなの得意分野や目指してるポジションによってグループ分けをして進めようと思います。それぞれ話を聞きたいグループに移動しましょう。はい、ここでは私、とわちゃんがみんなにお話しします。炭素はやっぱり勢い、細かいテクニックももちろん大切だけれど、踊るのが楽しいっていう気持ちを体で表現するのが大切なんだよね。だから気持ちをガーンってぶつけちゃう感じで思い切り、あ、でもやりすぎると怒られるから注意してね。わあ、本当？ありがとう。音楽をスムーズにつなぎ合わせるのがとても大切。単純な音階やリズムだけではなく、2つの音楽の世界観みたいなものまで含めてつなぐイメージ。でもユニットでパフォーマンスをするのだから、自分だけではなくメンバー全員の世界観を表現するように心がけないといけないので難しいです。だからこそ自分の指先で世界がつながる感覚。他に何か気になったことがある人はいますか？ありがとう。実は私、VJ 専門というわけじゃないのよね。というのも、私たちフォトンメイデンは正式には VJ を置いていないからなんです。みんなもこのままネビュラプロダクション所属になれたら、映像は専門のスタッフが作ってくれるようになるかもしれない。だったら VJ のことを勉強しなくていいんじゃないかって、そんな風に思う人はいるかな。正直でよろしい。でももちろんこの勉強も無駄ではなくて、自分たちがパフォーマンスしている背後で流れる映像がどんな意味を持っているか、それを理解するとやっぱり細かい部分の感覚が違ってきます。それに徐々に慣れて、自分たちの希望する曲を作る時には、映像を作ってくれる人に希望を伝える必要があるでしょ。そういうこと。じゃあ他に何か聞きたいことがある人。ステージ？そうね、会場の照明の具合にもよるけれど、やっぱりお客さんの視線が集まってくるのは感じるわね。緊張したり嬉しかったり、いろいろだけれど、向けられた視線に精一杯お返ししようと思ってパフォーマンスしてるかな。え、有名？どうかな。あんまりそういうことは考えないかな。もっと経験を積んで余裕が出てきたら、ひょっとするとそんなことを感じたりするかもしれないわね。でもかっこいいだけじゃないの。どんな人とユニットを組むかわからないでしょ。だからまずメンバー一人一人の個性を把握して、お互いが補えるようにいろいろ考えないといけないの。ステージの前にも後にもね。同時に他のメンバーに負けない自分だけの武器もきちっと磨いていかないといけない。そうね。でも私はやっぱりフォトンメイデンが好きだし、ユニットのメンバーのことも大好きだから、少しでも自分たちが成長できるならやりがいがある役目だと思うの。だからみんなもユニットのリーダーを目指すなら、表面的なかっこよさや大変さだけではなくて、とても大切な役目なんだということをしっかりと勉強してちょうだいね。え？芸能人？有名な DJ の人とかなら何回かあるかな。でもそんなに頻繁にはないわよ。お互いに仕事だから
せいぜい挨拶するぐらいしかないし。こらこら、そんなミーハーなこと言ってちゃダメだぞ。さて、改めて一箇所に戻ってきたところで、今度はみんなから聞きたいことってあるかしら。やっぱり専門的な質問は来ないよね。初々しくて可愛いんだけどね。そうね、最初はやっぱりぎこちなくて、トアとノアも喧嘩しそうになっちゃったこともあったよね。ああ、そういえば懐かしいわね。いぶき、恥ずかしいからそういうことは内緒にしといてよ。最初はね、トアはね。だからそんなにしみじみ言わないでよ。とりあえず折り返し地点ね。みんなうまくいった？みんな熱心。こんな感じで役に立つのかな？間違ってはいないと思うわよ。みんな楽しそうにしてくれているし、こういう息抜きも必要だって思うし。っていうか、息抜きの必要性はドアの方が分かってるでしょ？いつも厳しいレッスンが入ると息抜きしたいって言ってるんだし。確かに。ただ楽しんでくれているのはいいんだけれど、他にもっと後輩たちのために言ってあげられることはないかな。みんなグループに分かれた時どうだった？やっぱりあんまり専門的なこととか聞かれなかったのよね。私は芸能人にも会えたのかって聞かれたわね。こっちはポスター見てくれたって。私は可愛いって。それは間違ってないわよね。とはいえちょっと物足りないっていうか、真面目にレッスンを受けてくれているとは思うんだけれど。確かにね。ただこの前もノアが言っていたけれど、私でも専門的なことは先生に相談すると思うのよね。じゃあお姉さんできない？あははさきちゃん、よっぽどお姉さん役が楽しみだったんだね。可愛い後輩ちゃんたちと戯れる、これはこれでありなんだけど、どうせならもっと勉強になる話をしてあげたい気持ちがあるんだよね。そうだね。このままでも十分やる気出してくれた感じだけど、こうなるともうちょっと欲張りたいよね。どうしたの二人とも、今日はやけに積極的じゃない？この辺はいろいろデリケートな気持ちが絡んでるのよね。デリケート？私たちには似合わないって思ったでしょう。いや、似合わないのはトアだけかもよ。そんなことないやい。そんなこと思ってないわよ。私にはよくわからないけれど、二人にしか感じられない何かがあるのかなって思っただけよ。あれれ、じゃあ信頼されちゃってるのかな。もちろんよ。せっかくなんだから、あなたたち二人が何かを感じているなら、候補生の人たちにしっかりと話してあげてね。と言ってもまだ私もぼんやりとしか感じないんだけど。だよね。二人なら大丈夫よ、きっとね。いぶきからの信頼いただきました。私も楽しみにしてる。さきちゃんに応援されたら頑張るしかないね。でも、きっかけは何だったの？この前、ノアとちょっと喋ってたんだよね。元気づける以外にも、私たちにできることがないかなって。私たちにできることか。そうそう。で、ノア、ちょっと思ったんだけど。ん？どうかしたの？ノアは器用だし、いろいろ物知りだよね。どうしたの、いきなり。
今ふと思ったんだけどさ、ノアはいろいろできるからどうしても先生と同じ目線になるんだろうけれど、私たちができることってそれなのかな。というと？私たちさ、単に後輩ちゃんたちを楽しませて息抜きになるだけよりもうちょっと欲張りたいって思っていて、でも本物の講師の先生ほど役に立てるわけないよねって思ってたんだよね。そうよね、私もそれはちょっと思う。せっかくこういう場に呼ばれたんだから役に立ちたい。でもそうで、ノアは器用だから先生と同じ目線になろうとしちゃうんじゃないかな。教える専門の先生にどれだけ近づけるか考えちゃうってことね。私が思ったのは、単なる息抜きと先生の専門的な話の間に私たちができることがあるんじゃないかな。単なる息抜きと先生の間。そう、私たちはこうして出会ってユニットを組んで力を合わせて努力して目的の場所まで駆け上がっているその途中でしょ。途中にいる私たちにしか言えないことってないのかな。具体的には？具体的にはわかんない。そこが一番大切なのに。ごめんごめん。ううん、十分。そっか、そうだよね。私たちはまだ道の途中にいるんだもんね。何か思いついた？うん、トワのおかげでね。いぶき、最後の挨拶ちょっと変えてもいい？拍手ありがとう。これからも自分を高めることを怠らず、私たちの音楽を楽しみにしてくれるお客さんに喜んでもらえるようなパフォーマンスを目指します。私は私にできることを精一杯頑張るだけ。その結果として聴いてくれるお客さんが宇宙を感じてくれたら最高だと思う。実は最初このゲスト講師の話を引き受けた時は、いぶきやさきちゃんみたいに純粋に未来の話をしようと思っていたんだけれど、4人で話し合って逆にちょっとだけ前のことを聞いてもらおうっていうことになったんだ。私たち今日お話ししたみたいにたくさんいろんな思い出を重ねてきた。これからいろんな方面に飛躍していこうと頑張っているけれど、でも忘れちゃいけないと思うのは、どんな未来にもそれまで経験してきた過去が土台として存在しているってこと。そうだよね。まずこの4人が出会えたこと、それとすっごく厳しくてこっそり鬼かーって思うこともあったけど、でも乗り切ったら確実に成長している、そんなすごいレッスンを受けさせてくれる先生とか、私たちが確実に前に進めるように仕事を用意してくれたり、曲を作ってくれる事務所のスタッフの皆さん、そういう出会いや学びの経験の一つ一つが土台になっている気がするの。周りの人だけじゃなくて私たち自身も協力して一つのフォトンメイデンを作るために努力しているんだよ。未来ってただあるんじゃなくて過去からの積み重ねなんだなって思う。だから今は地道なレッスンやトレーニング、先生や同じ立場の候補生仲間との出会いとか、いろんなものを大切にしてほしい。これまでにあったことを大切にしながら飛躍する、それが私たちなりに考えたこれからのフォトンメーデンなんです。急に変えちゃってごめんね。
でもやっぱり全員で積み重ねてきた時間の大切さも伝えたくて。ううん、最初に考えていたよりもぐっと締まった挨拶になったと思うわよ。私も同感。努力の大切さが伝わったと思う。ゲスト講師を引き受けることにしてからやっぱりみんなと出会った時のことを思い出したのよね。うんうん、私も最初はああだったなとかこうだったなとかいろいろ思い出したんだよね。だから未来に羽ばたく話も大切だと思うけれど、もっと根っこの部分の話もしたくなったのかな。なるほどね。大切だと思う。二人ともありがとう。おかげでとてもいい挨拶になったわ。トワさんとノアさん本当に仲良し。まあ私とトワの仲だからね。いや、私サキちゃんとだったらもっとうまく合わせられる気がする。ノア、それはね、妄想って言うんだよ。でもせっかくトワとノアがいい話をしてくれたんだから、今度は私たちが自分たちの言葉に恥ずかしくないように頑張らないとね。うん、まずは次の仕事、瀬戸里、もう一回見直してみない？あ、じゃあダンスとかも新しい提案できないかな？何かアイデアがあるの？うん、ちょっと考えていたことがあるんだけれど、どうせいじるならチャレンジしてみたいなって思って。じゃあ私も映像に手を入れられる余地はないか、もう少しチェックしてみようかな。後輩たちを力づけるための特別レッスンだったのに、なんだか逆に私たちの方が力をもらった気がするわね。そう、全部を土台にして宇宙まで打ち上げるんだよ、私たちのパフォーマンスを。いつか届かせましょう。